アブル・タイブ・ムタナッピーは、アラブの詩人。アブル・タイブ・ムタナッピーは915年に、現在のイラクの町クーファで誕生する。水運びを制御とした家庭。ムタナッピーの幼少期を語る文献はほぼ皆無とされ、自身も一切の追い立ちについて目していた。通説では早くに母親は死去して、祖母により育てられる。幼き日から死災を発揮したとされ、ダマスカスで教育を受けた。 青年になった檻においてムタナッピーはシリア砂漠に赴き2年あまり滞在してベドウィンと交流して多くのことを培われる。一旦クーファーに帰郷した後父と共にレバント各地の町を巡った。自身を高貴な家柄と信じて疑わなかったとされさらに預言者と称したという。そのことから預言者を自称するという意味があるムタナッピーと呼ばれるようになる。ムタナッピーは 政治活動に没頭したあまり故郷で反乱を起こす。さらに預言者と称したことから政府に捕獲されて、監獄に2年間投獄される。出獄後、はじめ玉マスカスに赴きそれから、ハムダン長のアレッポの宮廷に迎えられて、財布、あった裏に仕える。宮廷詩人として活躍して、商用詩や、さらに誹謗詩を、数多く試作して、性敵を中傷した。 約9年間とどまったが、やがて財布、あった裏に、政治的野望を疑われてその身を追われた。ムタナッピーは957年に新天地として、エジプトに逃れる。当時のエジプトは、イフシード朝時代であり、芸術のパトロンで知られる実力者、アブルミスク・カーフールにより、宮廷詩人として迎えられた。しかしムタナッピーは、いつしか、カーフールから疎まれるようになり、 やがてムタナッピーは、カーフールに対する風刺や、誹望紙を書き中傷した。ムタナッピーはエジプトを脱出して、クーファを経てその果て、ペルシアのトシーラーズに身を寄せた。ブワイフ朝の宮廷に歓迎され、アミールであるアドゥドウタウラの日後の元965年までペルシアに滞在した。けれども、暴挙の年捨てがたく、バグダードに帰郷する。しかし、同年9月23日に、 バグダード近郊で何者かに襲撃され、愛学最後を遂げた。盗賊とも性敵とも言われるように諸説あるという。ムタナッピーは、アラブ人の誇りと伝統を重視。カビに芸術的で巧みな技法を用いて組まれる、称賛誌や誹謗誌を中心に書く。それはレトリックにして行々しく、幻想的な比喩を得意とする。当時、ムタナッピーの詩は常に物議を醸して非難されることも、 多かったが、後世に与えた影響は計り知れない。今日においても死は、アラブ世界で多く引用され、多くの文化人に大きく影響を与えている。バグダード中心部の古書店街沿いにある、ムタナッピー通りに、名が残る。ありがとうございます。